恐竜？はい、皆さんどうもこんにちは、ワッフーです。今日はこちらレックス増加太の幼虫マット交換をやっていきたいと思います。はい、その前にですね、チャンネル登録者が、700名様をね超えたということで、本当にありがとうございます。始めたての頃はね、500人いくかなーっていうぐらい、500人いけばいいかなって思ってたんですけども、今700人の方にね登録していただいてるということで、あと登録していなくてもね見ていただいてる方、本当にありがとうございます。今後はね、まずは1000人目指して頑張っていきたいと思っておりますので、よかったらチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。はい、じゃあね、マット交換やっていきます。こちらレックス増加太ですね。で、まあ、CBF1 の個体で、こっちも同じです。兄弟です。メスですね。こっちはオスです。で、5月29日にマット交換をやったんですけど、 149g でしたね。はい、その前3月に1回マット交換をやった時は 158g だったんですけど、ちょっと下がっちゃったんですね。はい、と言ってもね、増加太ってこう長い幼虫期間で体重増減するものなので、はい、今回どうなってるかね、早速マット交換やっていきたいと思います。はい、じゃあまずメスの方からマット交換をやっていきたいと思います。はいはい、じゃあ開けていきたいと思います。さあ、どんくらい減ってるかね。まあまあですかね。まあ、こんくらいだったら、マット交換しなくてもいいとは思うんですけども、結構立ってるんでね、一応やっておきます。よし。あーっと、出てきちゃった。早速出てきてしまった。ですね、でっかいね、やっぱね、これね。メスでこれですよ。とんでもないね。これ、見る人が見たら多分トラウマ抱えるだろうなってレベルですね。これ、やば。増加太でかい割におとなしいんですね。優しいんですね。コーカサスみたいに、グワーみたいなね、指噛んでくるってことはないんで、その点安心できると思います。はい。ちょっとね、体重測っていこうかなって思います。はい。いきます。予想は 95g。 惜しい。 1g 差ですね。 94g でした。マットは以前あったマットを、まあ、半分残してね、半分新しいマットを入れるっていう形でやっていきます。よし、こんなもんかな。で、これをちょっとね、入れただけだと傘が増してるので、ちょっと下を叩いてね、量を慣らしていきます。こんな感じになりました。で、ここにねメス幼虫を入れていきます。大きくなーれもう十分大きいけどね。でっかってか、これちょっとね不安な点があって、成虫になった時ね、まあ、メスは大丈夫だと思うんですけど、オスがこの鳥口から出てこれるかっていうのはちょっと不安なんで、もしかしたらね、羽化直前になったら、キューボックスとかああいう系のに移した方がいいかもしれませんね。これは。はい。じゃあ次はこちら、オス幼虫いきますね。オス幼虫は入れた時満帆だったんですけども、かなり減ってますね。これは交換した方がいいと思う。うん。じゃあね、交換していきます。ミクトリやっちゃうか。何これ、恐竜？サイズ感おかしい。なんかちょっとメスと比べると、ちょっとね、さっきのメス悪いんだけど、ちょっと出てきてもらおうかな。全然違うね、もうこう見るとね。はい、ごめん、ありがとう。これやばい。ちょっと体重測ろう。測っていきます。はい、じゃあ上がっていきます。前回149か8、ちょっと忘れました。はい。
15g ぐらいかな。そうだよね、なんか厚みがねちょっとねおかしいなと思ったんですよ。はい、でっかでっか、やばいねこれ。これねちょっとカメラだと伝わんないんですけど、肉厚がおかしいんですよね。はい、合成じゃないんですこれ。首の厚さがやばいなこれ。はい、164g、めちゃくちゃ嬉しいです。でまたね交換するとき下がってたりすると思うんですけど、最終体重 180g とかね、まあ、でっかいのだと 200g 超えるのもいるらしいんですけど、僕はね 200g 超えとかそういうのは飼育したことないんで、でも十分ねこれでも僕は大きいなと思うんですけど、はい、マットに入れていきたいと思います。はい、もうねメスは潜っちゃったんですけど、じゃあ次ねオスを入れていきたいと思います。もうねもう満帆に入れました、土を。収まんないんだよな本当に。はい、こんな感じで育てていきます。ちょっとねこの大きさだとどうなんだろう、3200ちょっとちっちゃいかなと思ったんですけど、キューボックスだとね逆にその高さがないんで、よくその蓋を引っかいた跡がねあったんですよ。なんでまあこの深さという面ではこういうボトルの方がいいのかなと思って今こっちにやってるんですけど、太すぎないかなこれ。ちょっとぎたなこれ。ちょっとねサービス精神サービスしすぎで土盛りすぎましたねこれ。いやちょっと多すぎたかな。おお、はい、増加部とね、幼虫飼育が楽しい虫でもあるんで、興味ある方ね飼育してみてもいいんじゃないかなと思いました。はい、今回はこの辺で動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。